はい、こんにちは、ゆめねこです。今日は庭池の金魚にプレゼント持ってきました。あ、虫がちょっと嫌いな方はここで退散ください。じゃん、ウィキのいい取り立てほやほやなボウフラです。前動画にした熱帯魚にあげてた赤虫とは違って、これは蚊の幼虫っすね。これまたメダカの稚魚水槽におったんで取ってきました。いやー、キモ。じゃあさっさとあげていきましょう。それでは早速入れていきます。食いついてますね。うまいんか、こんなんが。本当は何でも食いますよね、こいつら。水に浮いてるもんとか、とりあえず食べてみよう精神あるでしょ。そんなにうまいならもっとやろう。ちょ、水中の様子も撮ってみようと思います。いや、なんか結構こけてきてますね。完全に日陰にはしてないんで、また仕方ないんかなーって思うんですけど、コケ取りとしてね、ヒメタニシ5匹ほど入れたんですけど、全然効果なしです。追加で入れようかな、まあ、今のところちょっと壁面がちょっと緑っぽくなってるだけなんで大したことないんですけど、冬来る前に一回ちょっとメンテナンスするんも検討せんなんですね、この様子やと。はい、ボウフラちゃんまだいっぱいいます。こんなボウフラがおるんでね、まあ、蚊もいっぱいおるんですよ。ほら、ほら、チケ。見てこれ、排水のとこちょっとかっこ悪くなっちゃった。なんかね、あの竹製の筒みたいなの取り付けてたんですけど、なんか根元のとこから水漏れしてて、応急処置っす。で、今竹が欲しいんですけどね、なんかホームセンター見に行ってもいいのないんですよね。ちょっと見た目的にここは竹か、まあ、最悪木じゃないとちょっと個人的に許せないんで、ここは早く取り替えたいです。手作りなんでね、こんな感じでなんかいろいろガタが来たりするかもしんないですけど、まあ、そのガタ来やすいとこというか弱いとことか、やっぱ自分で作ってるんでなんとなくわかるんで、まあ、その辺メンテナンスとかも自分でやれるんが、まあ、楽しい部分でもあるんじゃないでしょうか。 DIY のね。やられましたわ。コインはね、バッテンするといいってばあちゃんが言ってたのよ。ほら、治った。はい、それじゃあまあ池の様子とか金魚の様子なんかあったらまた動画にしていきたいと思います。それじゃあ今日の動画はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょうね。バイバイ。